成田国際空港からジップエアでロサンゼルス国際空港に向かいます。今回はですね、ロサンゼルス6泊8日の旅になります。もうすでに動画出しているのでぜひご覧いただきたいんですけれども、はい、出国検査を済ませて、フリースペースで泊まっていきたいと思います。いろんなお土産屋さんがありますね。こちらの便です。今回は初めてドジャースを見に行くということで、事前にドジャースの試合を、これは生放送ですね、しっかりチェックしています。この休憩スペースにはゆったりしたスペースが多くてですね、スペースというか席ですね、非常に待ちやすい、感じでしたね。今回のフライトはこのようなスケジュールになってまして、約10時間のフライトです。はい、とうとう登場です。ジップエアは結構使ってまして、前韓国に行った時も使いました。で、ロサンゼルス2回目なんですけども、前回もジップエアで行きました。はい、格安航空ですね。はい、乗っていきます。今回もスタンダードシートですね。フルフラットシートというこの、これではなくてこちらですね。高い席もあるんですけども、ここは高すぎて予約できませんでした。ここはタブレットホルダーです。ここに置いてですね、いろんな動画見たりできます。で、これはテーブルですね。今回は食事も頼んでるんですけども、このテーブルを敷いて食べることができます。これはコンセントです。あらゆる充電器だったりとか対応してますね。これは非常に助かりました。充電のスピードもそんなに遅くありませんでした。で、 Wi-Fi もつなぐことができるんですが、ある程度、上空を飛行して、安定した状態であると Wi-Fi がつながりやすかったかなと思います。で、安定して寝るためにですね、首枕も、楽天で購入しました。ボタンを押して膨らむっていうスタイルの枕です。これがないとスタンダードシートは結構10時間なのできついんじゃないかなと思います。安かったですね。で、ジップエアにはエンタメサービスもありまして、映画だったり、アニメはないか、音楽とかもないか、映画は見れます。で、この今自分たちがどこを飛んでるのかっていうのも見ることができます。これ結構正確だと思いますね。これ意外と面白いです。はい、ついに飛び立ちました。成田空港からロサンゼルス国際空港です。結構10時間長いんですけども、寝れればあっという間ですね。今回は機内食頼んでます。初めてですね、ジップエアで機内食頼むのは。過去2回一度も頼んだことがないです。で、かなり高いんですけども、そばとスパイシーチキンライス、この2つを購入してます。事前予約で購入しました。確か後で注文すると結構高くなるんですよね。まあ、そばこのサイズであの値段っていうのは、まあ、高いなと思うんですけども、まあしょうがないですね。空の上の値段だと思います。で、このそばは非常に美味しかったです。ただ揺れたりするので、あのめんつゆをかけるときは結構注意した方がいいと思いますし、捨てる場所もないというか、まあ入れたまま捨ててもよかったんでしょうけれども、僕はこのめんつゆを飲み干しました。で、スパイシーチキンライスは見ての通り、上にチキンが乗ってる味がしっかりした、チキンライスですね。黄色いのは卵で、その下はほうれん草です。結構味は濃かったですね。まあでも美味しかったです。で、そばはこれ伸びてるようにもちょっと見えますけど、全然伸びてなくて美味しかったですね。冷やしそばっていう感じですね。この2つは本当に美味しかったです。初めて、機内食買いましたけど、まあ、買ってよかったなと思えるくらいではありましたね。で、このような形でそのまま、CA さんに頼んで捨ててもらいます。で、足りなくてですね、ほろ酔いと、辛ラーメンも購入しました。飛行機内でアルコールを飲むっ
ていうのは初めてだったんですけれども、ちょっと贅沢をしてしまったなという感じはあります。この辛ラーメンも500円くらいするので、まあ本来であれば絶対に買わないんですけれども、まあ、今回旅行がスタートしたということで、まあ多めに見て購入していますね。このホルエモ、まあ、ちょっと動画のために買ったっていうところはありますね。はい。まあでも気分は良かったです。景色も良かったですね。10時間のフライトで、まあそろそろ暗くなってきて、少し寝まして、もう少しで日の出が見れます。ロサンゼルスに行くとき一番好きなのがこの日の出ですね。今いる、フライトマップこちらです。もう少しで着きます。時差があるので、まあ、10時間寝て、日本時間14時に出てるので、本来であれば、日本時間だと24時なんですけども、ロサンゼルス到着したら朝の7時くらいになります。なので今日の出が見えるわけですね。これが、すごく好きですというか、まあ、ロサンゼルスは2回しか行ったことないので、この光景も2度目なんですけれども、このタイミングでなんとか起きて、今回も日の出を見ることができました。到着しました。はい、6泊、まあ、8日、まあ、7日ですね、ロサンゼルス旅行終わりまして、また帰りもジップエアで帰りたいと思います。帰りも、ノーマルシートで、フルフラットシートは低かったのでノーマルシートで帰りたいと思います。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。旅行の動画も出してますんで、ご興味ある方はぜひご覧ください。まあ、なんか情報発信っていうよりかは、旅行をシェアしてるだけなので、まあ、ちょっと情報を見るという点ではあまり面白くないかもしれないですが、はい、また機内食を食べていきます。今回帰り機内食はメニューを変えました。同じのを食べるのもなんなのでメニューを変えたんですけれども、どちらも美味しくなかったです。ですね、メニューはこちらです。レモンガーリック添え。写真で見ると非常に美味しそうですね。美味しくなかったです。このチーズラビオリ。こちらも美味しくなかったです。なんかね、これ、一口で美味しくないって分かりましたね。どちらも。これは本当に、美味しいと言える人がいないのではないかなと、私自身は思っております。こちらはアメリカの高すぎるポケットティッシュです。1つ500円以上しました。これは人参ですね。ウインナーではありません。生人参です。味はしませんでした。ほぼ残してしまいまして大変申し訳ありませんでした。ただ美味しくないものは食べれなかったということで、体調も悪かったので全て残しました。で、時間が余りましたので映画を見ていきたいと思いまして、2作見ました。でですね、機内食はほとんど食べれなかったのでお腹が空いていろいろメニューを見ております。で、 Wi-Fi がつなぐことができれば機内食を購入することができまして、もちろん購入できる時間帯の制限はあるんですけれども、いろいろあります。で、辛ラーメンまた購入していきます。500円ですね。高いです。なんか今ジップエアの公式サイトで見ると辛ラーメンとかアルコールとか全然書いてなかったですね。なんか乗った時しか映ってないんでしょうね。ちょっとよくわからないんですけれども、この中で一番美味しいのは辛ラーメンだと思います。これ偏見はありますけれども、まあ、それ以外のものはそうですね、お菓子とかが多かったですね。おつまみとかお酒とか、やはり辛ラーメン、まあ、ダントツで一番美味しかったかなと思います。行きで食べたチキンライスとそばも美味しかったですけど、ね、辛ラーメンが一番美味しかったですね。なのでジップエアのおすすめメニューは辛ラーメンだと思いました。はい、で火を公開したいと思いまして、こちらに記載してます。ジップエアの行きと帰り、大人2名で268,308円でした。はい、税金が高すぎるというところありまして、本来であればもっと安く済むんですけども、こちらが、行きの税金ですね。
行きだけでまあ約2万なので1人1万、プラスされているというような感じです。税金は非常に取られてますね。で帰りは、1万円でした。なんか少し安かったです。なのでまあ26万円ぐらいかかると思っておけば、ロサンゼルスには行けるということになります。ご視聴ありがとうございました。